ごご紹介いいたただきました足立でございましでざす2年前にこの RRI を私の日記連という親団体が中心になりまして立ち上げたわけでございますがその時からこの国際的な連携というのが最も重要だという認識のもとで 各国の関係組織や団体とのコミュニケーションそして連携活動の拡大と進化に努めてまいりましたで本日はそういった協力のネットワークの中で、まあ、大変クオリティの高いまた多角的なディスカッションの場を持つことができました本当にこれにすぐる喜びはございません、えー、午前の部では世界経済フォーラム 中国製造25インダストリー4.0そして米国の IIC という IoT 推進のキープレーヤーの方に揃い踏みをいただきましてそれぞれの団体でのビジョンあるいは課題の解決に向けた具体的な取り組みについてご紹介をいただきましたしまた午後の部ではスウェーデンやチェコの代表にも加わっていただきました。 今まで議論を聞いていただいた通り我々が目指すべき将来像またそれに関連した標準化あるいはセキュリティの課題について掘り下げた議論をいただきましたお話を聞いておって本当に痛感したわけでございますけれどもこの IoT の社会 構築していく上でまだまだ取り組まなければいけない課題が本当に山積しているということそしてまたそうした課題は国際的なコラボレーションの中でしかやっぱり解決できないんだということを身をもってあの痛感した次第でございます本日のシンポジウムを契機に rr としても 国際標準化をはじめとした IoT の課題解決に向けた国際的なフレームワークの形成により一層の貢献ができるよう一層活動を加速していきたいというふうに思っております。本日のののシンポジウムにご協力いたたただきまましたスピーカーカ皆様、ま、た会場の ご多忙の中、ご参画いただきました会場の皆様、そして共催者として、本日のシンポジウムの設営にご協力いただきました経産省の関係閣議に対しまして、閉会にあたりまして、重ねてお礼を申し上げまして、開催者としてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました